じゃあ皆さんお大事に。いや、あいつは今頃学校ですよ。来るとうるさくなるんで一足先に。で、そうですか。変な趣味してますね。ならあいつの進路に看護師って選択も入れるように言っときますよ。シロですか。知らないですね。あいつがどこで何してようと俺には関係ありませんよ。じゃあ。まあ遠回りなわけでもないし。お前ちょっと声でかすぎ。退院おめでとう。どう、元気かな。もう痛いとこない。何よその顔、どうかした。お前なんでここにいるわけ。何よ、いちゃ悪いの。悪いっていうか不自然だろ。サボったのか。まあね。なんで。なんででしょう。私ね、一刻も早くレンちゃんに会いたかったの。ああそうなの。留年希望かお前。大丈夫よ、あんたよりは私日数足りてるし。とまあそれはするとして、あんた何一人で勝手に帰ってんのよ。迎えに行くって私言ったの覚えてないわけ。いやそりゃ覚えてたけど。後で電話とかする気だったの？っていうかお前の番号って何番だっけ？これだから全くこの野郎はよ！何？何ですか？君は携帯使えないんすか？いつの時代の人ですか？着信履歴の見方すらわからんお人なのですか？失礼だな。それくらいわかるぞ。じゃあ貸せこのクソ。
のタップに入れといたからね。消したら怒るぞ、つうか閉めるぞ。笑顔で言うなよ。ところでこれなんだ、愛のヴィーナスって。あたし、とりあえず狂気のベルセルクに変えとくけどな。変えんな。っていうかそれ、頭痛が痛いと同じレベルの重複表現。それくらい強調したいんだよ。そもそもヴィーナス名乗るなら、少しは女の子らしい言葉を使ってくれ。誰が怒らせてると思ってんのよ、このバチ当たり。本来ならこう、私の手とかがっしり握って、ありがとうカスミ、君は僕の天使だよ、とかそういう感謝の一つや二つって。ほらこっち見る。あんたいきなり大怪我して入院して、私心配して心配して毎日お見舞い行ったのに、当の本人は上の空で挙句勝手に退院して、こんなところをプラプラしてるさ。何様ですか、マジですか、やる気あんのか、つがやんのか、こら。やる気も何も。そもそもあんたは、とりあえずお前が病室に持ち込んだ諸々は家の方に送っといたぞ。はい。捨てるわけにもいかないだろ、だから家に送ったんだよ、気が利くだろ。注意待ち、それ全部？そう、全部。その、待って待って、家って、どっちの方よ。実家。嘘！冗談は苦手だな。マジで？マジだ。あんた最悪。買うの恥ずかしかったのに。じゃあ買うなよ。でもあのさ、役に立った？そこそこは。嘘、本当に？あんたそんなやつだったの？どんなやつだよ。ねえちょっと、具体的にどの本の何ページが役に立ったの？試しに言ってみなさいよ。またまたこいつめ、照れちゃって。ま、私は別にいいけどね、レンがどんな趣味してたって。とにかく怪我が治ってよかったじゃない、特にこことか。昨日まで大きい絆創膏してたから傷が残ってるのかと思ったよ。ああ、これね。せっかく綺麗な顔してるんだから、傷が残ったらもったいないよね。わざわざ学校サボってそれだけ言いに来たのか、お前は。退院おめでとうって。ああ、他に用がないなら帰るぞ、俺は。何その言い方、可愛くないな。遊びたいなら遊びたいって言えばいいのに。は？なんだそれ。だからこのままデートとかしたくない？全然。あ、いや、いいわよ、私もそんなつもりなかったし、初等だもん、帰ったらもう痛くも痒くもないんだもん。でもね、後でレアさんに何か言われたら全部あんたのせいにするからね。何？先輩が何だって？だから命令されたの、藤井君とデートしてきなさいって。それでお前はうなずいたわけ？そりゃだって断ったら怖いじゃない。
デートね。レンは嫌なの？嫌ってわけじゃないけどな。俺、大して金持ってないけど。私もないわよ。でも大丈夫、先輩その辺はそつのない人だから。チケット2枚、準備万端でしょ。けどお前、芸術に興味なんかあったっけ？似合わないって？どうだか、ただ先輩ならハマるかもな。あの、なんかそれ、私が非生産的なやつみたいで嫌なんですけど。お前何か生産できたか？料理作れるよ。とりあえずお前の料理は置いといて、結局何がコンセプトの展示なんだよ。見てわからない？一応確認だけな。世界の刀剣博。